はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、こちらもですね、かねてからコメントでいろいろいただいておりました、はいはい、山口百恵さんのシャニクサイ、これをねいっぱいコメントで見ました。はい、見てみようかなと。ほんでその中でもね、はい、あの百恵さんが髪の毛をアップにしておられるというやつを、はいはい、見てください。これも夜ヒットですね、はい、アップにしてるんですって。そういえばアップあんまり見たことないじゃないですね。僕ね、ここ書き上げた女の人好きなんですよ。同じが好きなんですか。マジでそうなんですよ。ここ綺麗な人好きなんですよね、僕ね。まあ、でも男の人ってここのうなじにちょっと色気感じるとかっていうのね、あのありますよね。確かに確かに、うん、これね、今ちょっと静止、今一時停止してるんですけど、はい、小柳ルミ子さんです。うわ、お綺麗ですね。で、ラッツ&スターがいます。黒塗りの、懐かしい、今はできない、もう黒塗り、懐かしい、目っていうやつですね、うん、っていうのがあって、これね、桃江さんがそのアップの髪型で出てるっていうん でそれをあのコメントで教えていただいた夜ヒットの映像ですけど、ちょっと見てみたいと思います、はい、では山口百恵さんでシャニクサイね、行きましょう、行ってみましょう。イノウィチです、はい、あ、若い、フラメンコ、うん、っぽいですね。うわー、アップでー、アップだ、アップだ、すげー。え、てかスモークの量やばいだろこれ。てか、燃えてるわけじゃないんか。この後ろの低音もちゃんと考えてるんです ね。結構これキー高めですね、桃江さんにしては。すごいな、フェイクの量多いな、この歌、うん、だだだだだ、いや、もうかっこいいな。スモークごっついこう吹き飛ばしたか、これすごいな布、うん、いやちょっとコウさん、これちょっと体のライン もう見えます。 あかん、あかん、最中ごめんなさい、すいません、すいません。うわ、これ演出すごいな、なんか炎の演出ですかね、これね。これあかん、黙ってまうわ。結構でも珍しい、珍しいです、この情熱的な感じのね、歌い方っていうのが、うわー、もうちょっとごめんなさい、サビもすごい、今すごい、スモークの使い方超まくないですか、炎に見えるっていうね、照明で下から焚いてるんですよ、すごいな、体のライン見えちゃってるよ。ちょっとエロいっすね、おみ足が美しいです。もうたまらんですわな、すごいな、でも怖いな、これ迫力すごいっすね。うわー、これかっこよないです、このマイク横。このマイクこう、この決め目線決めてる感じ、なにこの最後のポーズ。履いてるけどレオタードですよ、うん、レオタードみたいな。ほら同じこと言ってる、うん、体の線綺麗、男性目線ですそれ。もうだって見えちゃってんねんもん、男性目線になってる。うわ、これね、スイッチが切れた時の百恵さんのこの表情、うん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 、あ、そういえばまだお若い年齢でしたねっていう話ですね、うん、でも迫力がなんだろう、30代前半ぐらいの女性のなんていうか、色気がすごすぎて、
なんかスイッチオフした時の桃井さんの表情がいやかわいいみたいな急に少女みたいになるでしょ。そうなんですよ急に戻るっていうね、オフになったら。でもなんかちょっとあのなんていうんですかね、あのこの情熱的な感じの歌い方もできる方なんだなと思いました、ね、これ桃井さんにしては全体的なキーが引き上がってる曲なんですよね。もうちょっといつも低い声が入るんですけど、そうですね、これ比較的全体的にちょっと引き上げたキーで歌ってる、うんうん、ちょっと高めの声の曲なんで、その高めの高音の部分を結構堪能できる曲で、ね、そうですよね。ここがそこばっかり見てるでしょ。いやここもここもちょっと私はそこに目行く。ここもな、あの分かるよ、そんな風強く当てないで体のラインが見えちゃうみたいな。そう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 、一人でちょっとヒー言うてましたけど、ね、うわすごいな。でも萌えさんってやっぱり赤も似合いますね。似合いますね。あのロックのルイドの時のあの、うん、ね、見た衣装も赤やったんですけど、うん、やっぱり赤似合うなと思って。でもあの桃江さんのいいところでこうちょっとした動きに迫力がありますよね。これしかしてないねんけど、ね、この動きに迫力があったりとか、これに射抜かれるでいう話で、そんなにめっちゃ踊り入れながらとかはやらないじゃないですか。でもちょっとこう手をちょっとしたりとか、その人ちょっとした動きがいいですよね。時々出てくるこのなんていうんですかね、うん、着物座った感、うん、で目もなんかこうどしって構えた目線されてるんで、うんうん、いややっぱすごいですねこの迫力、この方ので当時のこのドライアイスを思いっきり炊きまくって、ね、CO2 いっぱいばらまいてですね、もっくもくなってて、ね、足元一切見えへんっていうね、うん、で後ろのそのスモークの炊き具合もどんだけの量よっていう、うん、もう立ち上ってるじゃないですか、ずーっともわわわわわわってスモーク炊きながら下からライト当ててこう、ね、あれで炎に見えてるっていうね、祭りの炎にしてるんでしょ、うん、あれはね、あの演出、うん、演出すごいですよね、うん、でその派手な演出に全く負けてない桃江さん、うんうん、いやもう存在感すごすぎでしょあれ。この衣装もすごいよな。でもこれちょっとすごいっすよ。しかもあの赤のなんかやっぱり薄手のなんか、うん、ちょっとレースっぽいですね、若干シスルーみたいな感じのところに青ですよね、多分青のレオタードっぽいやつか、ピタってついたやつ。そう、横向いた時にさ、そうなんですよ、お尻の形まで見えちゃうみたいなそれおっさんの目線やからもうなでもそれがね、いやらしく見えないんですよ、うん、綺麗美しいの表現に値する感じなんで、うん、うわこれはいいですね。この声もやっぱり堪能できる曲ですね、うん、普段はでもうちょっと低めなんで、うん、このちょっとね声の高いところのこのバイオン成分が入ったこう何とも言えん声っていうのをね、やっぱり堪能できるなと思って、ところはね、うん、表情も変えずに急にうわって出るっていうね。そうあんまりアクションないですからね。ないですね。あの桃井さんもあんまりこう動かないんで、ここが息をすごい吸い込むとかっていう肩がグッて上がることも全然ないんで、なんか普通に声張ってない時の手の雰囲気でそのまま大きい声出るからちょっとね、うんみたいな。これでも特殊な衣装ですよね、このレオタードにあれなんかこうシースルーのなんか着て、あれを着こなせるか、髪の毛アップ、まあ髪の毛アップは多分そのフラメンコとかってアップするじゃないですか。最初のあの振りがちょっとフラメンコのこの振りになんとなくこうね、うん、似てるなっていうふうに思ったんで、やっぱり情熱の歌なんで、まあね、スペイン言うたらスペイン情熱の国じゃないですか、うん、ちょっとなんかそういう雰囲気の曲調も入ってるのかなっていう、もちろんそれは意識されてるでしょうね。やっぱりね、桃井さん何でも歌えるんやなと思ってなんかすごい情景あふれる歌を歌うのも上手いですし、まあ、例えばいい日旅立ちとかなんて、ねね、もちろんあれ谷村さん作った曲とかって結構情景描写多いじゃないですか。それを映像化して、うん、なんかこう聞く人に映像化して見せることができるって能力を持ってるじゃないですか、うんうん、で女性を歌わしても天下一品じゃないですか、うん、女っていう単語をなんかこう、うん、いろんな意味を
含ませて歌うっていうことができる方なので、うん、今度はこっちですよ。情熱、情熱かってスペイン、なんかここまで感情をなんていうんですかね、全部むき出しで歌ってる歌っていうのもなかなかないんで、うん、今まで見てきた動画の中ではこれもこれでね、この桃江さんもすごい素敵。これでも宇崎竜童さんでしょ多分ね。あ、そうなんですか。曲調でわかるけど。ああ、やっぱり宇崎、宇崎、ああ、もう、もう、もうゴールデンコンビですね。ゴールデンコンビです。もうこの曲調でわかりましたけど。でもこれ歌いこなせるってすごくないですか。この歌まあ難しいですよ、うんうんうん、テンポ速いし、やっぱりそれこそなんかの日本語の数も多いんで、ちゃんとしたリズム感だったりとかっていうのがないと、どんどんあのなんかしどろもどろになってくるので、なんでこの歌い回しがね、やっぱりこうメロディーのところがあんまり音符の上下がないんで、そうですね、あのジープシーっていうところあそこ難しいっすよ。そう、あのジープシーって単調すぎて、あそこをちゃんと歌わないとあそこめっちゃダサなるじゃないですか。そう、そこら辺の抑揚の付け方も絶妙なんですよ。ジープシーってなんかこう、うん、なんかこう揺らぐような感じで歌うんで、やっぱそこはさすがだなっていうふうに思いますし、うん、クラシックでもありますもんね、チャニクサイってあの ドボルツァークやった。ありましたね、うん、そうや、そうだわ。それのまあまあこう、まあ歌謡曲版というかこうね、うん、すごいっすよ。なんかそのメロディーのところもそのフェイクって言って、なんかちょっとなんていうんですかね、音程がなんかこう細かにこう移動するっていうような技法があるんですけど、うん、それを多用してやっぱりちょっとこう単調に聞こえないように表現されてるっていうのが、なんかそこら辺でこういろいろなんかこう感情の揺らぎっていうのを表現されてるのかなというふうに思ったりとかね。ちょっとねそこって洋楽の技法なんですよね、うん、その単調なメロディーを単調に歌うとめちゃくちゃダサくなるんで、そう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 なんですよ。でそこをどういう風に表現すんねんっていう、ね、だから普通の音符でやったら本当は白玉ボンって入るようなそう、うん、やつをどういう風に表現するんだ、細かく音階をつけることで、あの単調に聞こえないように動きのあるような表現をしてるんですよ、うん、桃江さんって洋楽も普通にいけるやんっていう話ですよねそれ考えたら、え、歌えへん歌とかないのかなこれでもねえ、この高音の太さってでもいいですよね、桃江さんの高音の太さってね、こうやってでもあの体型に比例してない声なんで、なんかね、まあ、別にそのガタイがいいわけでもないでしょ、桃江さんって普通じゃないですか。だから言ったらもう身長が170センチぐらいある女性の声の太さなんですよ、うんうんうん、あの基本体が大きい方が声帯もでかくなって声も低くなるんで、うん、私ぐらいの体格でこの声出るんやったら分かるんですけどね、うん、なんかそこの太さがすごく残った状態で、でその桃江さんもあれですよね、高音歌ってんのに低音出てるっていうやつ、あ、そうだそうですよ ね、なってると思うんですよ。なんていうんですかね、芯の太い高音みたいなね、うん、そうそう、芯の太い高音をしてるんですよね。だいたい高音歌う時って低音の成分が抜けてくるんで、ちょっとなんかこうちょっと声が細くなるっていう印象があるんですけど、うん、そうそうそう、ないですもんね、一切ずっとその太い状態を保ったまんま音程上下してるんで、うん、迫力が終始ありますもんね。家帰ってもう一回見ようえ、それってここ見るためにとかですか。こことか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 って言わないの。ええやないか、こことかって美しいものは美しいんだ。いやでも妖艶ですね、本当に。これでもちょっと特殊な衣装ですよね。妖艶ですわ。あんまりこんなにアップの髪型してることを見たことないですね。そうですよね、よくよく考えたら、まあ、ショートカットの時は、まあ、そもそもアップなんかできないですし、髪が長い時でもみんな下ろしてる動画ばっかり私たち見てきたんで、いや、まとめ上げるとちょっとねえ、いろんなところがあらわになっちゃうわみたいなね。もう中身はちゃんとここがはっきりしてるんで、ね、いいんですよ。首とのこのちゃんと分かれ目がちゃんと、ここに肉がついてるとあんまセクシーに見えないんで、まあちょっと首が太いやつですね。そうそうそう首ヘチでもあるんでもうほぼフェチやな、それ言うて、ほぼフェチだ、フェチや言うてましたよね。足フェチです言うて、いいなあ、でもこういう
時代が。なんか今ってなんかさ、なんかこう衣装がもごもごしすぎて、こうその本来の美しさが出えへんみたいな。確かに。なんか衣装がもご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 してるの多いやん。なんか衣装っていうよりか、あのなんていうか普段着の延長線上の服を着ることが多いじゃないですか、うん、今のアーティストさんって。なんかそのステージだけにしかこれ着れないよねっていう衣装が減ってきてるんで、まあ、そういった面でもやっぱこういう風な感じの服装を普段の歌番組からやってるっていうのはすごい新鮮ですよね。そのテレビ1回出るだけでさ、予算がさ、もう1回その歌うだけでさ、そこまで衣装に金かけれないっていうのもあるかもしれない、制作費の問題で。衣装どうやったんですか、この頃でも確かレンタルかなんか貸し衣装とかもあるんでしょ、専用のね。なんですけど今もうそういうのすらもうケチっちゃって、たまにね、この服着ますかっていう服着て出てる人とかもいてるじゃないですか。あ、いてますね。多分これスタイリストの問題なんだろうなっていうの、うん、だからもうそこもね、ちゃんとセンスのある人がやったらいいのにとか思うんですけど、なんかね、ね、はい、ということで今回山口百恵さんのシャニクサイを、はい、見てみましたと、はい、いうことでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ、ありがとうございます。ジープシーってどういう意味や、日本語にしたら。ジプシーってなんだろう、さまよってるって意味違いましたっけ。ジープシー、なんかあのよくジプシーっていう表現、なんか化粧品ジプシーとかってよく言うので。ジプシーキングスは知ってるけどな。ジョビジョバ、移動型民族のこと。あ、はあ、そうですね。だからまあいわゆる放浪してるっていう感じですよね。迷ってるみたいな。だからどうなんですかね、あの使い方としては、現代の使い方としては、まあ、迷ってますっていう表現でジプシーっていうのを使うことがあるんですけど、この歌の中での表現はどうかちょっと分かんないです。移民じゃないよ、そっちの方かな。でもそのどうなんやろ、シャニクサイっていうぐらいですからね、多分その、ま、迷える子羊的な感じ、なんか懺悔みたいな迷える子羊たちを。でもなんかそういう風な表現しても、もう桃井さんぐらいのレベルやったらはーってなるじゃないですか。もうあの歌ってる姿見るだけでもこうやって手合わせたくなる人なんで、本当に。いや、幅広いっすね、桃井さんもね。いや、何歌ってももう天下一品じゃないですか、ね、どのジャンルの歌にしても、うん、ねえ。あ、なんか今日はすごい全然違う桃井さん見たんで、うんうんうん、それはそれで興奮ですね、うん、なんか情熱的やわ、いつもなんかこう抑えつつ、なんかその感情を少しずつこぼしながら表現していくっていう風な感じのなんかね、印象が強かったんで、うん、私の中では。もう最初からもう最初からブワーッ関西人あります最初から言うて最初からブワー言うてね、なんか今何が言いたいか分からない。ちょっと一瞬おもろかった何なんですか、でも最初からって言いません、うん、まあ最初からね、ね、うん、最初からもうこうやってもうなんかそれ私言うために笑うてまうやないですか。おもろいわその言い方って言われたらもう最初からって言ったらいいんですけど、最初からってこれしょっからってなってるからなちっちゃいやつ多いやつ、ね、いやそれぐらいね、むき出しになるぐらいやっぱりなんかその心動かされるんですよね、桃江さんの歌と、あとはもうその動画で見た時の体での表現の仕方ですよね。やっぱりあの同じ曲でもですね、年齢いった方がやっぱり味出てますね。味がすごいです ね、 ね、あの年齢いった時の歌唱って結構すごい。だからラストコンサートなんかまさにそうやん、
あれもフルサイズでまた見なあかんねんけど、あれはね、なんだろうね、本当にね、神様が降りてきたっていう感覚に近いと思います、うん、本当にあの一部しか見てないにしても、うん、最後のあの、なんだろう、あのステージから去っていくまでのあの時間も、うん、あの神様が天に登っていきますぐらいの感じの、そうよね、あの天に帰っていきますぐらいの感じが、あれでも演出もすごかったな。いや、あれはね、考えた人すごいですし、あれをやりきる桃江さんがもっとすごいですよね。無言ですよ、ひたすら、でひたすら背中ばっかり、あれだってね、結構な時間無言ですよね、あれ。結構な時間無言で、結構な時間背中ばっかり見えてる状態なんですけど、ひたすらはって息飲んでたじゃないですか、あの時二人で、うん、ねえ、あれ、なんかこうね、すごいっすよ、まあ、UFO にでも入っていくんかな、そう、なんかここでもふーんって、しかも上がっていくじゃないですか、うん、ここせり上がってって、もうそれも本当に、あ、天に変えられていきますね神様がっていう感じで、うん、あれはすごかった、ね、またお暇な時にでも下界に降りてきていただいてっていう感じをもうでも降りてこなくない来なかったね、そうですよ、来なかった、来ないまま、ね、うん、月日が経ってるので、うん、本当にね、実在していたのかこの方はっていう説が出てもおかしくないぐらい、まあ、ランサーぐらいやったらリアルで一切見てないもんな、見てないので、え、ほんまにおったんですか、いやいやいや、と思いますよ、うん、あの私と同世代もしくは若い方とかだったら、うん、これね、まあ、あとはゆうたろさんに引き継いでもらって、そうですね、はい、ということで、お仕事でございました、ありがとうございます。10月秋の風の